ライブとかの演出でそのあフライングねフライングあるじゃないですかそこで外れてもあ飛んでるっていうね羽があれば飛んでるっていう,ていうのをやってみたいなという羽があったらちょっとやってみたいなと<う>驚かせたいなと思いますけどね、まあ、2023年もしかしたら見られるかもしれませんので,で、ね、皆ささん楽しみにしていいください、はい、今回の「イカロス」という楽曲はこの時代を生きる中で湧き上がるように生まれてきたと。 表現されていますけれども、楽曲に込めた思いを教えてください、えー。このイカロスという曲を作り始めたのは2021年の秋頃だったんですが、あのー、本当に自分が今やりたいサウンド、メロディー、えー、それは何かっていうのをこう探しながら作った曲ではあります。で、そのメロディーだったりサウンドが決まっていく中で。 あの歌詞のテーマを創出というふうに決めたんですがこれはあのメロディーだったりとかその自分が作りたい音楽音の世界が呼んだテーマだったのかなとも思いますしえその2021年からまあ今にかけての時代の流れだったりとかその中で暮らしている自分というものがあの自然とそのテーマを選んだのかなとも思うのでま本当に今の自分からあのこぼれ落ちるように生まれてきた楽曲じゃないかなというふうに思います。ズバリ 羽があったらやりたいことは何でしょうか今回の映画のタイトルが「イカロス片葉の町」ということで皆さんの羽があったらやりたいことお聞かせいただきたいなと思います畑さんの「羽があったらやりたいこと」はい、どうぞはい、羽があったら「リアルピーターパン」ですもう、はい、一生子供のやつじゃないですかパラパラの拍手だけやめてください,いやこれはじゃ何のことだろうと思ってると思うんですけど よくそのライブとかの演出でそのあフライングねフライングあるじゃないですかあれ、やっぱやってみたいんですよ一度<え>ちなみにあの羽がなくてもワイヤーフライングでできるじゃないですかあるじゃないですか、はい、でそのワイヤーあると思いきや途中でそ,そこで外れてもあ飛んでるっていうね羽があれば飛んでるっていう,っていうのをやってみたいなという。 ことなんですよ。鳩田さんもこれでいいですね。鳩田さん飛び方これで今やってましたけど、これですね。はいはいはい。シャッターチャンスですお願いします。すごいすごい数のシャッターが降りたんですけど。なるほど。その全部事務所 NG にしたいなと思いますけど。ちなみにライブでそのワイヤーフライングやったことあるないんです。見たいですよね。見たいですか。なかなか大体こうね、あの真ん中で。 マイクスタンドに向かってギター抱えてることが多いんでワイヤーするフライングする機会が少ないんですけど少ないというかないんですけど羽があったらちょっとやってみたいなと驚かせたいいなと思いますけど、ねまあ、2023年もしかしたら見られるかもしれませんので皆さん楽しみにしていてください。ありがとうございました、はい